あ、金谷プロお疲れ様です。お疲れ様です。すみません、まず今日のプレー、イーブンパーでしたけども、振り返ってみていかがでしたでしょうか。そうですね、もっともっとバーディーを多く取れていれば、いいプレーだったと思うんですけど、できなかったんで、明日以降は、もっといいプレーができるようにやりたいなって思います。明日以降、もっといいプレーをするために、もっと修正したい部分っていうのは、特にどういうところを挙げられますか？やっぱりパッティングが、のスピードがうまく合わせられなかったりしたんで、そういうのを、修正していきたいなと思います。やっぱり思った以上に硬くて速かったっていう印象ですか？やっぱり少し風の影響を受けたり、そういうのでうまくスピードを合わせられなかったかなって思います。分かりました。ショットに関してはある程度その風がある中でも、自分の思うようなものは打てていたっていうイメージでしょうか。後半に入ってティーショットが、安定していたんで、ちょっとセカンド狙うショットだったり、そういうのはちょっと修正していきたいなと思います。改めて去年、2年前ですね、アマチュアで出て、そのプロとして今年戻ってきて、この全英オープンの雰囲気っていうのはいかがですか？そうですね。やっぱり、全英オープン、素晴らしい大会ですし、こういったチャンスを生かして、明日以降も頑張りたいなと思います。じゃあ改めまして、明日への意気込みをお願いします。今日は、バーディーを多く取れなかったんで、明日はもっとたくさんバーディーが取れるようにやっていきたいなと思います。わかりました。ありがとうございます。